皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今日第16回は前回に引き続き、ビーレジェンド上野との、トレーニングについてのお話と、あと、サプリメントについてですね、減量について、前回話を聞きましたので、さらに、減量期のそういった取り組みについて、詳しく、話を聞いていきたいと思います。では、前回に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。布目さん、硬いですよ。言っちゃうとあれなんですけど、これ今日撮影2本目なんですよ。1本目と同じくらいの硬さでちょっとびっくりしました。ちょっとその上野さんの柔らかさを教えていただきたいですね。いやいや、もう本当硬いんですよ、私。ちょっとね、もうグズグズじゃないですか。もう私すら噛んでるし、映りますよね、なんかね、ちょっと変なね、いつもとね、影谷さんとね、また違った感じで、ね、よくないです、はい、まあ、おいおいね、はい、今回、こういう感じで動画にお邪魔してますけど、はい、この先も、はい、動画にこうお邪魔させていただくこともあると思うので、はい、その時の、こう布目さんの変化みたいなのも、私も楽しみつつ、そうですね、私の成長を。そうですね、はい、はい、皆さん、その成長、布目さんの成長を期待する方は、グッドボタンをお願いします。はい、これ最後のやつですね。いいですね、はい、最後もう一回言いますね。じゃあ始めましょう、何でしたっけ。はいはい、減量期の、話をちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、じゃあまずトレーニングは、減量期と、そっきのオフ期というか、それまでの、期間と何か変化ってあったりするんですか。私の場合は、極力変化はつけていないです。つけないようにしてます。なるほど、はい、ただ、ここもいろんな考え方があって、あえてトレーニングに変化を、減量用のトレーニングをした方がいいという方もいらっしゃる、そういう理論を、提唱している方もいらっしゃったりするので、正直こう合うか合わないかがあると思います。そこはご自身でご判断いただいて、やっていただけたらと思うんですが、私の場合大体その、オンもオフも、規定の回数ですね。大体その筋肥大だから、8から12回くらいの、回数できる重さの更新を目指していく。今回のトレーニングでそれ、10キロで12回できたら、次のトレーニングは12キロで12回目指すような、そういうトレーニングは、基本にはなってくると思うんですけど、それをこうオンもオフも続けて、いるなというところはあります。ただ、やはりその減量の末期になってくると、摂取してるエネルギーの量が減ってくるから、人によっては扱える重量が下がってしまうような、そうですよね、力は出ないですもんね、っていうような、こともあるんですけど、そこに対しては、そのエネルギーの1日で摂取する総エネルギー量自体はやっぱり減るんですが、そのトレーニング前とトレーニング後、そのエネルギーを必ずもう死守するというか、そこは、なるほど、前後 の、はい、エネルギー 補給って確保は必ずする。そうです、逆にその、もうなるべくそのトレーニングの質というか、その重量だったり強度を下げないように、の栄養を取るタイミングを工夫してあげるというのは気をつけています。なのでやはりトレーニングの前後の、マルトデキストリンは私は、そうですね、取るようにしています。で、これも固形物、おにぎりだったりを取るのも一つありなのかなと思うんですけど、結構あれも取るそのタイミングもちょっと難しくて、ある程度トレーニングから時間が、どうだろうな、2、3時間くらい取れて、その前に食べれるのであれば、私は取るという選択もありかなと思うんですけど、そうですね、やっぱ消化吸収に固形物はちょっと時間かかりますからね。そうですね、試合前とかですと、やっぱ3時間ぐらい前には朝食済ませとくとかっていうのがやっぱり、ね、スポーツ栄養の学でもあるので、そうなってくると、ある程度ちょっとお腹の中にまだその、おにぎりが残ってる状態で、いや、トレーニング、強度の高いトレーニングをすると気持ち悪くなって、そうですよね、そうしまうので、あまりそのトレーニング前は固形物はその時間を見て慎重に使うのがいいのかなと。で、逆にその固形物じゃないそのサプリメントだったりで取るというところは、割とその時間が
フレキシブルに決めれるかなというところで、はい、マルトデキストリンは、かなり、愛用は今してますね。やっぱりすごい、まあ、そのスポーツ栄養の考え方で言っても、はい、あの運動前って、まあ、糖質がエネルギー源になるので糖質取るってすごいもう定番で、で終わった後はやっぱり筋修復ですとかリカバリーのために、まあ、その糖質マルトデキストリンであったり、プロテインタンパク質を取らないとせっかくの、ね、トレーニング効果っていうのが半減してしまうので、ね、筋修復筋肉の修復が、ね、うまくあの栄養補給しないとできなかったりとか、まあ運動するとトレーニングするとエネルギー使っちゃいますので、体の中で、まあ、糖質がなくなってるエネルギーがない状態だと、まあ、筋肉にあるタンパク質を分解してエネルギー作り出したりとかしてしまうので、うん、やっぱトレーニング効果を、まあ、最大限に上げるためにはすごい理にかなった食事方法はやっぱりされてるんですね、うん、でその辺こうちょっと栄養の取り方トレーニングの仕方で、うん、ぜひおすすめというか、うん、なんか伝えたいことがあるんですけど、はい、特に、うん、あのトレーニングの歴がまだ浅い方、うん、まあ、トレーニングをこう20年30年続けてらっしゃるような大ベテランの方だとなかなか難しいんですけど、うん、歴がまだまだ、浅くてこれからあの体を大きくする作っていく伸びしろがある方、うん、これは、まあ、減量中だからといって、うん、減量中は筋肉がつかないなるべく筋肉が減るのを抑えようってみんな考えると思うんですけど、うん、そういう考えじゃなくて、うん、あの減量中でもどんどん重さを更新していって、うん、減量中であっても筋肉をつけていくんだぞっていう、うん、はい、考えをしてあげた方がいいと思います、うん、だからそうするにはどういう栄養の取り方がいいのかっていう工夫、うんうん、ちょっとその減量中はあの筋肥大に対して守りの姿勢に入る人が多いんですけど、そうではない、気持ちを持っていないと本当に減っちゃうかなというのはあります、うんうん、まあ、特に食事だとその、まあ、炭水化物と、うん、タンパク質と脂質っていう三大栄養素があると思うんですけれど、やっぱその、あの減量期だとなんかその割合をちょっと変えたりとかってしてるんですかね。そうですね、基本的にその割合自体をいじるっていうのを意識的にはしてないんですけど、うん、まあ、今シーズン私そのサバ缶、うん、はいはい、前回もお話ししたんですけど、うん、サバ缶をちょっと試してて、うん、サバ缶って若干脂質高いじゃないですか。そうですね、うんうん、なのでこの減量を進めていくにあたって、うん、その脂質を、まあ、カロリーをあのエネルギー量を抑えるにあたって、うん、その脂質をどうしようかなっていうのも、うん、これからの進み方では、ちょっと考えてます。サバ缶でやってるけど、うん、脂質をちょっと抑えたいから、うん、脂質の少ない、まあ、鶏胸にまた戻したりということも考えてはいるんですけど、うん、それはまだこの先の話なので、うん、サバ缶でうまくいくのであれば、うん、まあ、サバ缶で続けたいかなと思ってます。確かにその絶対脂質も、ね、私たちの細胞膜ですとか、うん、いろんなあの体の中で必要なものなので、うん、絶対に必要だと思うんですけど、やっぱ量って減量期ですと脂質ですと 1g9 キロカロリーで、ね、うん、タンパク質、炭水化物は 1g4 キロカロリーっていう違いがあるので抑えたい栄養素ではあるんですけれども、まあ、でも絶対必要ではあって、でもどうせ取るんだったらその中でも質の高い油、ね、脂質を取りたいと思うんですけど、まあ、サバ缶の油って、ね、やっぱサバの青魚とかの油って、まあ、すごい体にいい、ドコサヘキサエン酸とかエコサペンタエン酸って言われるような体にいいと言われてる脂質なので、同じ摂る脂質の中でもすごく私はいいんじゃないのかなと思うんですけどね。ぜひなんかそのサバ缶の摂取のそれでなんか減量うまくいくと、まあ、いいかなと思います、ね、そうですね。それでこう、はい、ある程度そのヘルシーな状態というか、うん、割と健康に近い状態で減量できるのが一番だし、うん、それだとトレーニングの質も下がらないかなというのもありますし、うん、それは考えてます、うん、となんかその体重を落としたいというか、まあ、脂肪を燃焼させたいわけじゃないですか、うん、筋肉量はそのままで、でなんか有酸素運動とかってしたりするんですか。時間的にいいタイミングで聞いてくれますね。その有酸素運動はなるべくやっぱりしたくない。うん、まあカロリーを
摂取するカロリーを決めていく中で、うん、その、まあ、取ったカロリーと使われていくカロリーの、まあ、足し引きで減量はしていくことになると思うんですけど、うん、やっぱりその有酸素運動をすることで、うん、やっぱり疲れが残ってしまったりとか、うん、それによって、筋トレの方の質が下がってしまうということも懸念があるので、なるべくは仕方、やりたくないんですけど、うん、どうしても体重の落ちが芳しくなくなってた時は、うん、そのまあ、前回も言った通り、うん、あのトランプゲームのカードを1枚切るというところで、うん、入れるということはします、うん、去年は結構頑張ってやってました、うん、はい、落ちなくて、うん、で、去年はやってたのは、早朝、うん、早朝坂道ウォーキング、ウォーキングマシントレッドミルの傾斜を最大にして、うん、それで早歩き、まあ、時間で区切るのもありだし、うん、今だとあのトレッドミルのマシンで消費カロリーがこう出るのでそれを基準にあのやるのもありだと思います。何キロカロリーを歩くまでのやめないとか、それもまあ最初のうちは本当に 2,30 分くらいの短い時間、あの、まあ、200キロカロリーからどんくらいかな、500キロくらいカロリーくらいの消費なのかな、から、まあ、時間だったりカロリー数をーまあその先、脂質、あの、脂肪の減りが芳しくなくなってきた時にはちょっと量を、あの、増やしたりということもしてました。まあそのトレッドミルで表示される消費カロリーも、まああれも合ってないようなものというか、一つの基準なので。まあ、そうですね。目安にはでもまだありますね。そうですね。あの、鵜呑みにだけしないで、目安というところで使っていただくのがいいかなと。あれし、体脂肪が燃える。はい。ために必要な消費カロリー数って何ぼでしたっけ？1キロ脂肪が落ちるのに7200キロカロリーなの で、例えば1ヶ月に2キロ落とすとすると、1日500キロカロリー、あの、摂取エネルギーよりも、消費エネルギーが上回ると、まあ、計算上ではそれ2キロ落ちるっていうなるので。そうですよね。だからその7200キロカロリーを、じゃあ、トレッドミルに乗って消費すれば1キロ落ちるんでしょっていう考えでは決してないですよっていうところだけ気をつけてください。そんなとこですかね、有酸素運動は、はい、あとはまあ歩くので全あの、うん、去年はやったんですけど、いろいろやるといいです。あの、飽きないように、そういろんな刺激を与えるといいとは言われてます。まあ、たまにあの水泳とかもしてました。あ、はい、もともと水泳のインストラクターされてましたね。そうです、そうです、はい、そういうこともしてましたって感じですかね。あんまり有酸素運動好きじゃないのでこれくらいにしません、うん、はい、わかりました。はい、ありがとうございます、はい、では今日は、ビーレジェンド上野を迎えまして、トレーニング、減量期のトレーニングについてと、まあ、食事について、まあ、有酸素運動についての、話を聞きました。この、視聴を見ていただいて、動画を見ていただいて、よかったと思う方と、私を応援していただける方、ぜひグッドボタンをお願いします。さっき言った通り、この布目さんのこれは成長日記でもありますので、はい、布目さんが成長、あ、初回よりも成長したなと感じた方、はい、あなた、グッドボタン押してあげてください。お願いします、はい、とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな締め方でしたっけ？